おはようございます。作英です。今回はですね、皆様、音ゲーって知ってますか？はい。このチャンネルをですね、見てくださってる方で、音ゲーを知らないっていう方、ほとんどだと思います。はい、嘘ですね。絶対ないと思うんですけど、このチャンネルで音ゲー知らない人はもうね、もう何を見てきてんのっていう。うまいこと俺の音ゲー動画を全て避けてきて他の動画で知ってくれたみたいなパターンだとあるのかな。まあありがとうございます、動画見てくださって。まあそれはね、ひとまず置いておいて、今回は音ゲーやっていきたいと思います。今回やるのはメロディーっていうアプリですね。こちらのアプリがですね、広告のアプリになります。広告でね、俺ね1回ぐらいしか見たことないんだけど、こう流れてるの見て面白そうだなと思ったんでやっていこうかなと思います。ね、ちょっとやってみたんですよ。そしたらね、まあ普通におもろいのよ。まあ普通に面白いからちょっと見てて。こうやってね、いろんな曲がパッて出てくるんですけど、まあこの新着動画だと、新着動画じゃねえ。なんで YouTuber みたいになってんの？あ、YouTuber だった俺。で、少女レイとか、共鳴とかね、いろいろあるんですよ。学園天国とかね、知らないけど。まあとりあえず、ナイバイタリティとかもあんのよ。歌い手チャレンジって何？え？何これ、ミッションカードって。え、なんか新しい機能も追加されてんだけど。俺しばらくやってなくてさ。で、神っぽいな、俺やったんですよ。で、いろんなね、新曲とかもあって、そう、和音とかもあったりして、怪物もあるし。なんでね、ちょっとね、こちらね、なかなか面白かったんで、ちょっと皆さんと一緒にね、やっていこうかなと思います。皆さんとやっていきたいと思いますって言ったけど、やるの俺だけだからね。はい、今回やるのが、カマロ炭治郎の歌ではなくて、陽キャ JK に憧れる陰キャ JK の歌にしたいと思います。いやね、これね、聞いたことあんのよ。あ、ちょっと待って、音量うるさい。あ、待て待て、逆。で、今回こちらね、歌いながらちょっとね、やっていこうかなと思います。こうやってピアノが出てきて、打っていくんですよ、これ、降ってきて。だだやだ、いちご飴。それ全部可愛い男の子の夢。それ全部可愛い女の子。マシュマロにどうやったらなれるの？キャラメルキャラメルマシュマロ飴。それ全部可愛い女の子の夢。これ全部可愛いコンクリートの女の子になれるためにはどうしたらいいの？パンケーキパンケーキ食べたい。パンケーキ食べたいは違う人ら。で、こうやって歌いながらとかもね、いろいろできてですね、電車の中とかでも皆様ね、これ、歌いながらできるんじゃないかなと思います。ミスったんじゃない今。あー、ミスっちゃった。初めてこのゲームでミスっちゃった。まあ、とりあえずね、こうやってね、なんだっけ、楽譜も見ることができるんですよね、普通に。ピアノにちゃんとメロディーが合ってるから、鍵盤がね。だから、俺結構作曲とかもたまにするんだけど、こういうね、耳コピとかもしたりするから、ちょうどこのアプリいいなと思ってて。そう、音程に合ってるからね。長いな、この曲。長くない？終わるんじゃないこれ、そろそろ。ここで終わるかな。で、これ女の子になれるの。まだ？まだあんの？結構長くない？結構長くない？これさ、ピアノだけの音かと思ったら、ちゃんとベースも入ってるんだね。びっくりしたわ。で、こんな感じで、まあ、ミスター。おー、199コンボ。うん、中途半端。とりあえず、このさ、なんかさ、ミッションカードでさ、米津玄師チャレンジってあるんだけど。これ、米津玄師さんに許可取ってる？米津玄師チャレンジって型に使ってるけど。で、ジャニーズチャレンジとか、歌い手チャレンジ、アニメソングチャレンジとかあるけど、とりあえずさ、歌い手チャレンジっていうのがさ、気になるからやってみていい？シルブプレジデントをフルコンボでクリアしよう。いや、これナイバイタリティだけど。まあ、とりあえずこれでやっていきましょうか。歌い手チャレンジを選択しました。あ、これね。俺、やったことあるから全然できるよ。いや、これめっちゃいいんすよ。だ大統領。歌いながらやろうかな、性格だから。だんちゃっじゃ、じゅっと、字逃がさない。消してあげる。弾く。いいね、でも。いや、テンション上がるわ。やっぱこの曲好きだから。ここも弾かせて。ここ引かせて、せめて。え、あっ、デントなるクローズアップ。ドドドドンドン、ドドドドンちゃん気取りスキャンダライズ。お、いや、このピアノ好き。あ、ここ好きなんですよ、俺。デルルルンデルルンデンデン。来ました。あ、ここもさ、筋力第3チーム戦のところも、しっかり、楽譜で撮ってくれるの面白いね、これ。ちょっとね、面白かったですね、マジで今のは。俺のトークは面白くないですけど。
アライザーライハーカセルネタタタ。あはうるさ俺、このアプリよりうるさいんだけど、このピアノの音より。正直逃がさない、消してあげる。いいね。あ、終わった。あ、ミッションクリアになったわ。でシルブレジンとフルコンボでクリアしようって、クリアできましたね。でミッション2とかもあるからさ、ちょっとやってみたいよね。これはなんだ、あ、こういう感じなんだ。で、あ、このミッションクリアしていくと内バイタリティがゲットできますよみたいな感じが。あ、なるほどね。あー、これはまあ後々やっていこうかな。動画内では多分できないと思うから。で、このゲームですね、いや、今のところめちゃめちゃいいじゃんって、やってみようかなと思った方いると思うんですけど、こちらのゲームですね、一つ穴がありまして、右上見てください。ハートが1になってると思うんですけど、こちらね、マックス値で3なんですよ、ハートの数が。で、1曲やるたびに1消費するんですけど、ハート1消費して、1回復するために30分かかります。はい、30分もかかってしまうんで、皆様このゲーム闇めちゃめちゃ深いです。はい、最後にですね、ライフ1になってるんで、最後はなんとエンビーベイビーでいこうかなと思います。で、何これ、え、プレイ動画とかあんの。え、ちょっと見ていい、プレイ動画。 YouTube 開こうか、大丈夫かな、これ録画大丈夫かな。 YouTube 開いて、何、あ、え、ででででで、いや、うまっ。いや、思った以上にね、プレイ動画がうまかってですね、びっくりしました。俺もちょっとパーフェクト目指そうかな。やっていきましょうか。で、ででででで、いいよ、ちょっと本気でやるわ。いや、むずい。いいよ、いや、黙れば俺もね、いや、あの人うますぎだろ。あれ、両手でやってるんですけど。あ、待って、いい感じかもしれない。ダッダッダッダン、どんだレイディー。いいね。いや、この曲やっぱ好きだわ。なかなかね、なかなかっていうかめちゃめちゃ好きですね。じゃあまあまあまあ、いいよ。あ、ここ好き。もう好きしか言ってないじゃん俺。あ、OK だって。OK、OK って何？何？ローラしか俺知らないんだけど、OK は。あ、はい、It's amazing。このままやっていって、下手くそになったな、急に。やっぱ喋り出すとめちゃめちゃ、下手くそになりましたの、俺。なりましゅねって、やばいな。あ、ダイヤイヤーあよろりんこ、いいね。これでこのままやっていって、あ、今のパーフェクトだよこれ。いい感じじゃない。でででででで、どんな顔してじゃまままま、いいね。で、230コンボいきましてですね、すべてのお客様に最適なワンプラン。いや、すげえ下のここ気になんな。